ウバメガシは、ブナカコナラ属に分類される、常緑紅葉樹の一種。別名、イマメガシ、ウマメガシ。ビンチョウタンの原料として利用される。和歌山県の県の木である。ウバメガシは、日本産の常緑の菓子類では、特に丸くて小さく、また硬い葉を持つ菓子である。海岸や岩場に、多く、しばしば密生した森を作る。日本の団地では、 海岸林の重要な構成樹種の一つである。また乾燥や刈り込みに強いことから街路樹などとしてもよく使われ、その材は密で硬く、特に備長炭の材料となることでよく知られている。常緑性の高木で高いものだと20メートル近くまで成長するが、通常は5から6メートル程度の低木が多い。樹形はゴツゴツしていて樹皮には独特の縦方向のひび割れが出る。 若枝には高褐色の柔らかい毛が密生する。葉は東卵型で、長さ3から6センチメートル、やや表側に盛り上がっており、周辺には巨子がある。また、葉はやや厚くて硬く、表面には強い照りがある。死友同種。剣花は長さ2センチメートル前後で、楕円形、色は褐色。材は緻密で極めて硬い。比重が大きく、水に入れると沈む。 日本、朝鮮半島、中国中部、南部、西部とヒマラヤ方向に分布する。日本は本州の神奈川県以南、四国、九州、それに琉球列島に分布する。ただし、沖縄県では、伊ヘ島と伊勢名島、それに沖縄本島からわずかな記録があるのみである。沖縄県が分布の南限である。暖かい地方の海岸部から山の斜面にかけて、 多く見られる。特に海岸付近の乾燥した斜面に群落を作るのがよく見かけられる。トベラや姫ズり葉とともに海岸林を構成する代表的な樹木である。小柄の葉は乾燥への適応とも考えられ、日本における紅葉樹林的な植物であるとの見方もある。ただし、四国では瀬戸内海側でも太平洋側でも見られ、瀬戸内側は 降水量が少ないが、太平洋側はむしろ多雨地帯であり、降水量が少ない地域の特徴である、紅葉樹林と直接に比較するのは難しい。また、冷やかで硬いので、落ち葉になっても分解が遅く、その分保水力がある。ウバメガシはしばしば本種が優先する森林を形成する。いわゆる、ウバメガシ林は、植生区分の上からは、スラジー軍団の中に位置するもので、 その環境に応じて生じる土地的曲層でもある。四国での調査では大きくは二つのパターンがある。一つは比較的時高が高いもので、高木層には多分スダジーなどが混じり、スダジー林に性質が近い。あ木層にタイミン立花が多く、臨床は暗くて植物が少ない。他方で海岸の岩場に生じるものは樹高がせいぜい三メートルの寒木林で、トベラ。 丸葉シャリンバイ、ネズミモチ、マサキ、浜ヒサカキが混じる。臨床にはヒトツバ、タマシダ、ツワブキ、荒野ボウキなどが出現する。また、高木に黒松が入る場合もある。ウバメガシハヤシキー半島南部では、内陸部の崖地にウバメガシの優先する森林があり、やや特殊な昆虫症を維持している。代表的なものとしては、 ウラナミアカシジミの固有アシュ南京ウラナミアカシジミがある。この内陸部にあるウバメガシハヤシは、紀伊半島に独特の例外的存在であるかのように言われることがあるが、実際には西日本各地に内陸のウバメガシハヤシが点在し、それぞれの地域でここは例外であると言われている。和歌山県大東産経法山の山頂には、 ウバメガシの低木があり、多分最高標高の生育地である。また、紀伊半島南部では、あちこちの低山の斜面に、敏長炭の溶剤としてウバメガシが優先するように、育成された森林があったが、最近の需要の増加のため、減少が目立つ。かつては最新の注意で維持されたものであった。山にある立木の状態で、墨焼師の手に売られた後は、 伐採後の樹木の成長に気配りしつつ伐採された。例えば伐採の後、ヒコバエの成長に配慮して、ノコギリは絶対に使わず、おののみを使って伐採したとの伝承がある。ノコギリを使うと、ヒコバエが多数で過ぎて、後の成長が良くないと言われる。切り口を斜めにすることでウロがたまらないようにしたり、不要な芽をかき取ることで質の良い後継気を育てる。工夫もなされている。 ウバメガシの生垣、ウバメガシのビンチョウタン良質の炭で有名なビンチョウタンの原料として知られる。落葉が少なく常緑で病気に強く、また切り詰めに耐えることから、最近では街路樹や生垣としても利用されている。よく見られるのは低木で大木や古木は珍しい。葉がやや細くて葉脈がへこんだものをチリメンガシといって園芸や盆栽に利用される。 これら園芸用の採取により、個体数が減少している。日本に自生する菓子では唯一、コナラア族に属し、他に、日本に自生するアカガシア族の菓子よりは、ナラ類に近縁である。南欧に自生するコルク菓子、クワーカススーバーとは特に近縁であり、交雑する。以下のような品種も知られる。チリメン菓子クワーカスフィリーラデス F クリスプ別名。 ビワバガシフクレウバメクワーカスフィリーラデス F サブクリスプ、ケウバメガシクワーカスフィリーラデス F ライティー生育地で、あるカキの地方公共団体が作成した、レッドデータブックに掲載されている。国指定都道府県指定市町村指定林、143ページ、初島 P221 山中 P4 山中 P4。ありがとうございます。